こんにちは、わラクドンのほぼうです。七世金星の方の2024年の運勢ですね、お話をしてみたいと思います。まず場所ですね、魔法陣の上段の真ん中、この利休という本来休止火星がいる場所に2020年は入ります。で、ここにですね、悪いエネルギーはついていませんので、この場所の影響を素直に受けると。 でこで旧知華製が持っている特徴がやっぱり色濃く出る場所なんですけどもこれは数字の9っていうのは一番上な,上なわけですけれども頂上といいう意味合いもあるんですね1から始まってどん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 数字が順番に動いていって9で頂上を迎えてまたその次の年からは1に戻るというそういう流れになっていますので頂上に来ているということで。 まあエネルギーままだあります。ですからいろいろやることもあのやりやすい部分もあると思うんですけどもこの場所がですねちょっと特徴があるんですね一番上頂上でありあとはですね吸湿河川の炎というのがやはり火ですので地味に燃えてるということはなかなかないんですね。やっぱり目立つようにキラキラと燃えていますから人の目からよく見えてしまうんですね。 よく見える場所で頂上なわけですからいろんなものがよく見えるとで一生懸命こう、ね、ちゃんと自分のやるべきことをやってもう準備万端の人はそれがちゃんと認められたり評価されたりする可能性が高いですから非常ににいい場所になる可能性がありますところがですねあのちょっとずる賢いことを積み重ねたり一生懸命こそこそと動いてきちゃったような方ちょっとこう見えちゃうとまずいんですね。 そういういことも出てくる可能性がありますどちらにしても目立つ場所なので良くも悪くも物事がはっきりしやすい見えやすい場所になるがゆえによく、あのー、出てきてしまうということですねだからここに書いてありますね「頂上に入り輝きと名誉が見えやすい場所」で「不都合も同じく」って書いてありますけどもその通りだと思います。輝輝きと名誉っていうのののはやっぱりキラキララ光り輝くその炎のイメージが 派手なんですね派手でキラキラしていて吸湿火星も知的な部分が非常にこう強い影響をあっちこっちに与える星ですのでその知的な部分と炎のキラキラと目立ちエネルギーをもう振りまくようにきらめくわけですからそういうものがこの中にあるわけですのでその影響を受けやすいということですね。それとはっきりした場所なので、まあ、いろんなものがよく見えてしまうと。 あの知的な場所であるので文書とかですねあとは人と,人との約束事なんかもこういうところで非常にいろいろ周りで起きやすいんですね動き,やす動きが出やすいんです。ということは不用意にそういうところに関わってですね選択をしてしまうとやはりあの契約でちょっとまずい契約をしてしまったとかそんなふうになる可能性もありますので、まあ、契約事と,とかあと争い事なんかもよく。あの 知的なな部分なのでで裁判を行う時ですね弁護士さんとか判事さんなんかも当然こう頭脳明晰な部分があるわけですね世の中でちょ公平に物事を裁かなきゃいけないわけですからちょっとこう一生懸命頭を使って考える部分がありますのでそういう部分,分も,もちょっと象徴するんですねそういうところにも問題ができやすいというか、まあ、そういうことに関わるような動きが出やすい場所でもありますので。 契約ととかあとは争い事ですよねそういうことも意外と出てくる可能性があるのでちょっと心に留めておいて冷静にあの周りを見て変な方向に行かないようにですね判断していただきたいと思います。あと理休の理離れるという字ですねここもよく言うんですけれどもあのはっきりするがゆえにこう決別するのにもいいんですね。例えばあの自分のどううしようもない 悪いこう、付き合いがあった関係、よく言う悪縁とか腐れ縁とかいうのがありますよね。そういうものがズル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 とこうなかなか切り離すことができない。決別することができなくて、まあ、新しいスタートをしようとするときに邪魔をしたりすることがあるんですね。そういうものもまあ、地の部分、頭の部分を使うのと、あとはここの利休の。 物事をを決別ささせせるるるはっきりさせる型をつけるそんなふうな意味合いの影響をうまく使って、まあ、切り離すことをはっきりと決別することができれば新しいいスタートすするるとににも非常に便利になると思いますその辺も少し意識していいエネルギーをこう取り入れながら動くということですね。ただあの悪縁を切るばっかりじゃなくていいものを切ってしまう可能性もありますので。 いい縁は大事にした方がいいわけですから、その辺もちょっとこう間違えないように正しい対処方法で望んでいただきたいと思います。あ,あとあの旧司馬懿ですね。ここに言葉書いてあるんですけども、外見良くとも内面黒って書いてありますね。すごくねキラキラしててよくよく見えるんですよ。いい姿に見えるので。 傍から見るとあの人なんかかっこよくてすごくいいことをしてるように見えるんですけれども、実情は結構本人苦しんでたりすることがありますので、そんな外見に惑わされず、自分の内面とかですね。そういうものをちょちゃんとこう。正常な形で動かすように。ちょっと意識した方がいいかもしれないですね。あの休止、河川の方傷つきやすい方が多いんですね。きらめく部分やっぱりこうちょっとこう。その後ろにあるものっていうのかな？ 少し傷つきやすさとか弱さを持っていますのでその辺も意識してこの場所にその影響が出てきますのであとはそんな感じですね2024年はねそしたら2025年にどうなるかさっき言いましたけども頂上に上がったら次はまた下に降りて新しいスタートを切るわけですね。それが年 金星は寒球といういる場所に入入りまます青い印を入れましょうでこの場所にもですね悪いエネルギーは入ってきていないので本来のこの場所のイメージというか影響を素直に受ける形で動いていくと思います。でこの場所をよく理解していれば大きな間違いは起きにくいということですねただこの場所が意外と手強いんですね。 あのここにも字で書いてありますね「困難」とか「大凶」とか書いてありますけどもこれはのよく考えれば当然というところなんですね。あの1番目もの,ののスタートですよね1から始まってで9四火星の9のところから頂上から降りてきたわけですから一番低いところの新たなるスタートに入ってるわけです。で当然準備もできていないですね始ま,れば始まったばかりの姿をしていますから。自分が何かをしよううと思う時に 環境が追いついいいいいつてててききていなない整っていないわけですから少し動きにくいんですね。で、季節でいうとエネルギーに満ちていた吸湿火星の炎の場所から冬の姿をイメージする一泊水星がいる環球に入ってきたわけですからちょっとこう動きにくいですね冬だから、まあ、寒さによって体も動かないでしょう。そんな風なイメージでこの場所を見ていただくといいと思います。 ただあの、こういうところでもね何もしないでいいかっていうとそうじゃないんですね。周りにに対すす。るアクションとといいいうの意外と起こしにくいと思います、まあ、実際に具体的な構造なんかもやりにくい可能性が高いですよね、まあ、動きにくいわけですからそういう時にできることというのは自分にとって自分をこう何とかするというのが一番やりやすいわけですね。よそに働きけける必要はないわけです。自分に働きかければいいわけですから、まあ、具体的にどういうことかというと。 この先どういうふうにするかとかどんなことを自分がしたいのかなすべきかとかそういうまあ自分にとって大切なことをしっかり考えてみるでその行く姿ですねちゃんとこうイメージしながら計画を立ててみるそういうものには何の障害もないわけですね。あとはですね自分にとって必要なことって結構ありますよね。まあ、大人になってあまり勉強するなんてことをしない方もいらっしゃるかと思いますけど。 やっぱり社会に出たり仕事に就いたりすれば足りないこととかもっとこれがあったらよく動けるとかそういうことはたくさんあると思います新しいあの取り組みなんかでもですねいろんなこう道具も必要でしょうし技術も必要でしょうし考え方もも必要になってくるかもしれませんそういうものを一生懸命自分に身につけるのには非常にいい場所なんですね。そううう考ええるとととですすね、うん、とっても大切な場所というふうに思えます やりににくくくくて動きにくくてで一泊水栓の溝は陰の気配を持ってるから陰の気配を持ってるところには困難がよりやすいとか嫌なことがよりやすいとかそんなことからこういうふうにいろいろ困難とか大凶とかこの、まあ、その中にも字が書いてありますけどもそういうイメージで見られていますけども非常にに重要でであることに間違いいはないんですね始まりがあってそこでいろんな思いを定めて自分にとって必要なものを揃えて。 でその先に動いていく姿をしっかりと背景から支える、まあ、そういうふうな行動をする分には最適な場所なので大切にししていいたただきたいような気がします2024年はまだエネルギーがあってはっきりする場所で2025年になると頂上からまた本来のスタート地点に戻っちゃったわけですからやりにくさも環境も揃ってない状況も考えられますので、まあ、その辺をしっかり自分を中心に整えていく。 やりにくさの中を自分を整えるということですね。それが終わると今度はですね。紫色で入れましょう。この2026年は困球という2番目の場所ですね。まあ、さっきの環球が1でしたから、今度は2。自国土星が本来いるべき場所で物を生み、育て育む大地の星という自国土星がいる場所です。いろんなものがどん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 具体的に動いて生まれてきて形になるところですので。 ま、その辺はあの具体的な準備をするのに最適になるんですね。その2025年が自分にとってこう行くべき姿を考えてみたり、自分にとって必要なものを揃える学ぶということが大切だって言いました。けれども、2026年は今度は周りにアクションを起こしてもいい時期になるんですね。ものがどん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 具体的に形にしやすくなってきます。あの地味なようですけど、着実に物事を成すという特徴がこの場所はありますので。 準備には最適ですねでここにも「準備」とかねあとは「正吉」って書いてありますけどもやりやすさ具体的に形にするというところでやりやすさが出てきているので、まあ、そういうところで正吉っていうふうに考えたんでしょうきっとね。ただ派手ではないですねぐんぐん伸び上がるような力に満ちてるわけではないです。着実に動いていくので一見地味ですけどもここも大事ですね。前の年の年自分を一生懸命こう鍛えていく考えてていいくく考 それが今度は2026年の次になった2番目の場所に入ったら具体的な形を成していく。そうすればですね、その次の春になってどん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 動くときに準備万端という形になりますから、いい動きにできると。この辺の動きはですね、年運は非常に素直ですね。 まあ頂上から一回スタート地点に戻って一番麓まで下りてしまいましたので動きにくいんだけどもまあその辺は大事な場所なんで着実に1からまた始めるようなイメージですねそれから今度は具体的にできる場所に入りその次は今度は春になるわけですね。その中でも悪いエネルギーがついてないので七石金星の方はその年その年の場所の意味合いを大きくあの誤解さえしなければ間違えなければ案外やりやすい。 1> 1年1年1年が過ぎていいくと思いますあとはですねあの私も毎月の,あの運勢というのを配信していますのでその月の運勢の中でやりやすいところとかやりにくいところとか注意すべきところなんかを見つけながらそういうふうに動いておけば案外こういいいい形で動いていくような気がします、まあ、こういうい時にしっかりと自分の背景を作ったり思いを形にするっていうのはとても大切だと思いますので非常に重要な あの年の動きというのかなそんなものになってくると思います。やりやすいからこそ大切というところもありますのでねその辺を考えて行動していただきたいと思います。こんなところですね七世紀金星の方の2024年から始まって五六と3年間の大雑把な動きというのをお話ししてみました。先日もですねあのやはり手相と旧世で鑑定にお見えになったお客様がいたんですけどもその方もですね あのまあ結婚をするお相手がいてその辺について相性とかどんな時期がいいかなというお話をいろいろこう相談を受けてそれに対して旧姓の流れとその方の手相を見ながらこういうふうになりそうですよというお話をして鑑定をしたんですけどもやはりですね実際の鑑定の中でも1年とかですね限られた期間の中で鑑定数って意外と鑑定しにくいんですね。 私もこれ23ヶ月とか23年とかでですね鑑定のこの動画を作ってお話をする時にもそのぐらいのサイクルでお話をしているのはですねですからその辺をちょっとこう参考にできるようにということでそういう流れで動画を作っているんですけどもやはりその方も、まあ、1年2年。 もう1年目はもうほぼ終わりますので来来年再来年再ぐらいの感じですねそんな感じの流れで結婚の具体的な行動というのをいろいろイメージされてたみたいですけどもやはり関係が2人いますよねご自分とお相手の方がいるわけですからそれぞれの星もいいとか悪いとかあるわけですね。でご本人しか手相,あの手を,あの手相を見る機会がないわけですからパートナーの方になる方は。 九星の星だけで見るようになるんですけども、やっぱりこの流れが今年。今年私はいいけど、あの相手は悪いとかですね。その逆もまたあるわけですね。そんな風に見ているとですね。こううまくこう組み合わせができるばまあ、日時とかですね。時間とかタイミングっていうのはある程度絞られてくるんですね。それもその流れを見ながら鑑定をするというところから生まれてきてますので。 まあ非常に重要なんだなというふうにしょっちゅう思ってますので、まあ、それであのこの YouTube の動画でもですねそんな流れで私も動画を配信するようにしてるんですけども皆さんもそういう,こうつながる流れの中でどんなふうに考えるかということをちょっと意識して行動していただくとすごく役に立つと思いますのでその辺も有効活用していただきたいと思います。今日も最後ままでごご視聴いいいたただいてありがとうございました で動画を作ってですねあのコメント最近いろいろいただくようになってあのお返事をするのも楽しいんですねやっぱりこうコミュニケーションというのは自分も成長することができるし相手にいろんなものを伝えることができるという最良の,のツールの一つだと思ってますのでコメント聞きたいこととかありましたら是非お書きいただいて送っていただければですねなるべくお答えするようにししたいいいと思いますでチャンネル登録の方もよろしくお願いしたいと思います。 増えてくると本当にこう頑張る気が出ますのでその辺もよろしくお願いしたいと思います今日はありがとうございました失礼いたします